タップスコット外ゴメス裏を外これが決まりました、谷口あここはやはりゾーンしか出た時にはアウトサイドのスリーポイントがしっかり狙うといいんですけどねジェイコブセンあこれもいいですねジェイコブセン壁となるタップスコット今度はショットクロック短い茨城スリーポイント平尾返したランニングフローターというのはもうこのところよく見られますよね長谷川平尾放つスリーポイント平尾来たコブセンへ送るさあ平尾打たない切り込むリングアタックツーポイントできましたここです打たなかったんですね、はい、茨城平尾13ポイントです千田さん平尾のここまでのプレーいかがでしょうかだんだん飛ばすさあショットクロックフェイスでしたショットフェイクでしたもう一度グリーンへのターンオーバー茨城奪いましたタップスコット茨城対秋田平尾まず2ポイント放つ決めたやはり来ましたねタップスコットコーナー平尾の3来たー茨城ね、21点目でした茨城に大きな大きな恵みのスリーポイントでした